真面目であらないといけないって思ったんですよ、うん、リーダーにはそれ言ってるかもしれない。思い浮かんできてる言葉があって言わせるんですよ、うん、例えば僕高校の時って、うん、真面目であらないといけないって思ったんですよ、うん、どう映ってたのかは分かんないですけど、うん、まあ、キャプテンやになったっていうこともあるし、真面目にしないといけない、期待を裏切ってはいけない、こうあるあらねばならない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 でもう僕固まりまくってたんですよね。だから自分っていうのを表現することっていうのがクラスの中とかでは多分していたんですけど、だから多分僕ね、岩瀬先生が見ていた僕とか土井先生が見てた僕っていうのと本来の僕とだいぶギャップあったと思うんですよ。でも、うん、いろんな話聞いてて、うん、岩瀬先生にはもしかしたら、うん、バレてたというか、うん、おそらく岩瀬先生は僕の特性というか、うん、性格を知ってたんじゃないかなって思い当たるエピソードもいくつか浮かんできたんですけど、うん、なんか岩瀬先生から見て僕の高校時代ってどんな印象だったんですかね。まあ高校生らしい高校生よね、正直言うと。で今話しててめちゃくちゃ分かるのは、僕もここでキャプテンやったから、こうでなければならないってあるけど、今教室でとか、まあ、ある一定のコミュニティでとか、まあ、自分がを出せる場所、めちゃくちゃ分かるし、だからそれは僕自身も実際教育実習帰ってきた時に、え、お前教育実習って、うーん、あ、そうやったんですね。そう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 、それはもう、あ、すいませんってだから財政自身をその裏側がどうとかでなくて、人間って絶対表も裏もあるから、でもその裏と表の距離感がすごく乖離してるのは絶対良くないので、でも近い、それは例えば僕たちに見せる顔とその同級生に見せる顔が違って当たり前だし、で僕はそういうもんだと思ってるし、だけどそれを使い分けれる人、丁寧に、で周りの人が不快に思わない使い分けが丁寧にできる人で、その裏でこそこそ何かを言うっていうのはもう本当に距離が離れてる人、ちゃんとこう使い分けっていうのは悪い意味じゃなくて、その場所をわきまえたりとか、場面をちゃんと読めるとか、そんなん当たり前だと思うから、僕自身はその世間的に言ういわゆる優等生と言われるような人がリーダーにならなければならないとも別に思ってないし、逆にそのみんなの前で歌歌えるとか、みんなの前ではっちゃけて踊れるとか、それぐらいの人間の方が絶対いいと思ってるから、反対に、だけどその裏で何かのことを批判するとか、そういう裏表はいらないよね、思ってることはちゃんと表で全部言ってくださいと、なぜかというと僕は大勢じゃないし、例えば逆に僕自体がキャプテンの時は土井先生監督だったけど、僕は土井先生でもないし、絶対に分からへんわけよ、家族でも分からへん、だから必ずその本音をちゃんと喋れる、だけどもちゃんと 場をわきまえれる、どんな風なって言われたら、この年代15歳から18歳の高校生っていろんなこと興味あるし、まあ、やんちゃなことしたいなとかあるだろうし、そんなん別に普通だと思ってるんで、だけど人傷つけたりね、そんなことは指導しなきゃいけないけど、でもそういうことの意味での表裏っていうのが全然ない、っていう人物、僕表裏ってすごいそのこう違う顔だった、その教室とグラウンドととかって、で僕は全然それって違う顔じゃなくていい、違う顔じゃなくていいっていうのは、グラウンドでももっと普通に素直な自分を表現したらいい、よかったなって思うんですよ、でそこの顔と違ったと思うんですけど、でも岩先生に言うように表も裏も、言ったら表裏だけじゃないですけど、自分にとってのこう道徳というか、そういったものに反していることは
どんな顔もなかったと思うんですよね、うんうん、でもそのやっぱ行政のラグビーってこうあるべきでキャプテンってこうあるべきだみたいな部分がめっちゃ強かったから、うん、なかなか自分を表現できなくて、うん、それこそほんまにこう今やから言えますけどこうもう練習とかめちゃくちゃ嫌やったんですよ、うんうんうん、練習前の時間が、うんうん、練習始まったらそんなないんですけどもう練習前の時間ほんまに嫌で、うん、マジでグラウンド出たくないっていう感じやって、うんうん、でもラグビー自体ってプレーすることも楽しいからやってるわけじゃないですか、うんでチームとしてこう目標があって、うん、その仲間がいてっていう環境の中でそうやって結構もったいないことをしてたなと思ったし、うん、その実はそこまで別に真面目さなんて求められてなかったなって思うし、うんうん、本当は、うんうん、でやっぱだからそれって自分がネバネバネバこうあらネバってこう自分が固めたものだったなと思うんですけどそれって多くの行政に限らず、うん、多くのまあ、スポーツをやる選手スポーツに限らず生徒たちが持っている、うんうん 葛藤だったり、うんまあ、束縛みたいな形のないものですけど、うん、そういったものってあると思っていてやっぱこうそういった部分をもうそれも個性じゃないですか表現、うん、自分をこうグラウンドで表現して、うん、それが多分受け入れられなかったら別にそれでキャプテンにはならないだろうし、うん、それはそれで別に仕方ないし、うんそういった中でこう、まあ、要するにいう育つ仕組み作りっていう中で、うんまあ、そういったことを指導者はこう作ってくれてる中で、うん、もっと自分をみんな表現してよかったなって思うし、うんうん、でも今のこうキャプテンの言葉とか聞いてると、うん、昔よりちゃんと自分の言葉で話してると思うんですよね、うんうん、僕が大学の時とか高校の時とかって優勝した大学のキャプテンの言葉って、うん、みんな同じこと言ったんですよ、うん、でも今って、うん、みんな違うことしっかり自分の言葉で喋ってるから、うん、あ多分どんどんこう自分をこう表現して、うん、こうであらなければならないみたいなものからこう世の中でこう解放され出してるのかな世の中っていうか、うんうん、世の中とは言えないですねそのそれぞれのチームスポーツの現場って解放され出してるのかなと思うので、うん、そうやってすごくあ聞いててすごいなとも思うし、うん、そういう世界であってほしいなとも思うし、うん、でも自分のことで言うと環境に原因があったんじゃなくて、うん、あ多分自分がそう思ってただけやなってそれがあるからこそ今僕は自分を表現する仕方っていうのもこうそういう過程を経てこう分かってきたし、うん、こうしたいのにこうできないみたいなその表現的な、うんことってほとんどなくなったし、まあ、それって環境も大きいと思うんですけど、うん、僕はあんまりこう、まあ、縛られる環境にないというかあんまりこうとやかく言われる環境にあんまりないので、うん、そういった部分ももちろん要因としてはあるんでしょうけど、まあ、もうマインドがそういう風になってきていてでもこれも実はきっかけがあってこれしたらこの選択をしたら多くの人の期待とか、うん、こうあってほしいっていうのを裏切ることになるやろうなって分かってるけど決断してきたことっていうのは何個かあったんですよね、うんうん、でもそれって多分高校の時の僕やったら裏切ったらいけないと思ってるから、うん、期待を、うん、できなかったことだと思うんですよでもそれをこう正直なんか何でもかんでも好きにやれるように見られてると思うんですよ僕って結構好きなことやってるし、うん、好きなこと何でもこうできるタイプの人間だと思ってると思うんですよね、うん、見え方として、うんでも僕ってそこにめっちゃ葛藤あって、うん、ほんまいろんな目を気にしている僕がいて、うん、でもそれを分かった上で裏切った時に、うん、でも自分の中での道徳は裏切ってないし、うん、反応してないしこうだっていう信念がおそらく強くなったからその選択ができたと思うんですよ、うん、その時なんかいろんなことが解放されて、うん、あこの程度かって思えたし、うん、でも別に結局別に裏切ってないしそんな目で確かに言われることもありますけどでもやっぱり自分のそこからの行動次第でそんな人の目なんていくらでも変わっていくし、うん、そこコントロールできないし、うん、っていう部分がこうすごいこう体験としてこう積み重なっていって、うん、でもこれってやっぱり今まで経た全ての環境とか経験があって、うん、今こういった答えになってるんだろうなっていうふうには思うんですよね、うんはいっていうようなことをこうすごい思い出して、うん、いやでもやっぱ学校って全く自分との価値観と違う人が集まってもう圧力を生む場所なわけよ、うん、意図的に、はいうん、その中でやっぱり足並み揃える時も必要ですよね、うん、いや自分が思ってること言うことも必要ですよね
その中で思いやることも大切ですよね。もういろんなことを学べる。で別にこう社会にこう適応するとか、うん、そういうことではなく、集団になったり自分以外と誰かと一緒になるときなったときに、やっぱり考えることありますよねっていうことを提供する場所なので、うん、で僕自身はまあ教員って書くから、そのもう教える人員なわけで、で、まあ、実習生来ても教師になりたいですって言うねんけど、師と仰がれるかどうかは、はい、その相手が思うことなんで、はい、教師にはなれないわけよ。そうですね、うん、確かに。だから教師になれるようにもう日々積み重ねていくしかないので、うん、教師と思ってもらえるかどうか、最終的に。だけど教員にはなれるわけ、免許取れば、はい、じゃあ教員免許、たまたま僕は保健体育やけど、じゃあ何を教える人ですかってなったら、人の縁って大切ですっていうことと、うん、人と人がつながることで、人と人をどうつなげていくか、で人と人と自分がつながっていくことを、うん、まあ、ここで3年間過ごした人たちとか、まあ、6年間過ごした人たちにこう伝えていく、それを教えていく役割の人やと思ってるから、まあ、たまたま保健体育とか、たまたまラグビーとか、うん、そういうものを通じてそこだと思ってるので、うん、だから絶対喧嘩だってあるし、ぶつかり合いだってあるし、うん、嫌な思いだって絶対するだろうし、僕も人間やから嫌な思い絶対するし、うん、でもそれは絶対あるっていう当たり前で、うん、そうですね、うん、それこそ批判もあるわけじゃないですか。あるある。でも批判って、僕たちってこういう学校ですよね、こういうふうにしましょうねっていうところから、うん、まあこうはみ出ちゃったり、うん、実際はみ出てなくてもはみ出てると思われてたり、うん、なんかそういうことによってそういう圧ってあるじゃないですか、うん、でそういったこの、まあ、圧の一つ その批判っていうのがあるから、その批判によって、うん、いやでも自分はこうっていう強い信念を持ってたら、うん、多分その批判っていうのがよりその信念を強くしてくれたり、あとは批判されたことによって自分でこうやっぱ自分の思うところへのこう希望とか愛が強かったら見えなくなってる部分っていうのはあるじゃないですか、うんうん、やっぱそういった意味でもこう批判されることによってこう考え直したり、いややっぱ俺はこうやってこう信念が強くなったり、うんうん、そういったこと、そういったこう経験体験ができるのってやっぱ批判されないとできないこととか、うん、それで批判されてそうやなってやめたことによる後悔とかもある人も多分いくらでもいてると思うんですけど、うん、それも経験として今自分がどうあるかじゃないですか、うん、やっぱそう思うとこう特にこの多感な時期のこの高校時代のどういう環境でどう考えてそこでどんな体験をしてるかっていうのってすごい大事だと思って、うん、そういったこう仕組み作りを今その岩先生がまさにされてるんで、うん、すごいこう素敵な環境やなって思いました。いや、ありがとう。でも一つだけ僕その高校の時にこうそう振り返った時にずっとこれは何回もこう思い浮かんできてる言葉があって、岩先生の僕が伏見と定期戦するじゃないですか、はいはいはい、あれ定期戦って年に2回あるんですか。2回、1月と9月。そうですよね。その9月の時の伏見との定期戦の時に確か最後一本差とかで勝ったと思うんですけど、その試合終わった時に僕岩先生に呼ばれて、その時僕言われたのはなんかもっと自分のためにやったらどうやって言われたんですよ、はい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 、ほんまにこうちょっと呼ばれて、はい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 、多分岩先生その、ね、もう11年も前で、うん、多分おそらくそういう一対一で何回も話して、うん、いろんな選手話してたと思うんで、うん、覚えていないと思うんですけど、僕呼ばれて試合終わって呼ばれて、うん、もっと自分のためにプレーしていいと思うぞって言われて、うん、そのお前が僕が、うん、そのチームが苦しい時とか、うん、ここぞっていう時に、うん、力を発揮できるパフォーマンスができるっていうのはもう分かってると、うん、でもそのパフォーマンスっていうのはそういった時によく見られると、うん、僕の場合、うん、だからチームのためとかチームが苦しい時にとかっていう思いのもと、うん、こうそういったプレーができるのであれば、うん、もっと自分のためにプレーしてもいいんじゃないかって言われて、うん、これって普段岩瀬先生がみんなに言ってることと、うんうん、ちょっと違うじゃないですか、うんうんうん、むしろ逆じゃないですか、うんうんうん、っていうのをその言葉って僕結構
残ってて、うん、おそらく思い当たる節がすごいあるから、うん、こう残っていたんでしょうし、うん、その岩先生の最近 の, そのメディアの言葉聞いてその高校時代とか思い返した時にも、うん、やっぱりそのシーンっていうのがバッてきたんですよ、うんうん、で僕根本的にあんまりラグビーに対して自信ないんですよ、うん、高校の時なんかもそうです。高1の時ありました、うん、高1というか中学の時あったし、うん、高校入った時もあったんですけど、うん、高1でこう早めにこう A でポンと使われたり、うんうん、そう全然あかんかったし、そこからやっぱすごいやつがいっぱいおるし、でも高2、U17 でこう日本代表入ったりいろいろしてるけど、そっちでのパフォーマンスって僕良かったんですよ、うん、なんで多分結構自分のためにやってるからね、うん、そういう局面局面でパフォーマンス、いいパフォーマンスできるってことは、そのパフォーマンス出せるこう能力は持ってるわけじゃないですか、うん、でも能力よりも多分僕ってそれこそ表に見えてなかったと思うんですけど、自信がなかったから、普段からあるこう一定の環境というか状況にならないとそのパフォーマンス多分出てなかったと思うんですよ。で多分それを岩先生は多分見て感じてたと思うんですよね、うん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 、僕ってなんかこうそういう印象はあったんですかね。うん、まあ、でもさっき言ってたなければならないに多分とらわれてんだろうなっていう、うん、まあ、さっきも言ったように僕もキャプテンをやってたっていうこともあるし、で実はその後に今4回で長田、にも全国大会中にもうお前自分のプレーしたらどうやっていうのを言ったことあるな、うん、だからリーダーにはそれ言ってるかもしれない。あ、なるほど。で今年も言った薄田に、うん、もういいぞって、お前がいけるだけのタックルといけるだけのキャリーせえって、この場面でこうした方がいいとかもういらんって、もう思ってるプレーせえって、うん、もうこう直近で言えばそこがあるな。なるほど、うん、だ去年の近藤に関してはそれを言ってあげれてないな。でも言う必要がなかったってことでもないんですか。言ってあげた方が良かったやろな、あ今振り返れば、でもおそらくその時に僕はコーチっていう立場やったから、より逆にそこに寄り添って、言えた可能性もあるし、あ確かに今もその言葉ってそのすごい残ってるって言ったのは、うん、僕、まあ、その今ステップやってるじゃないですか、はいはいはい、高校時代の僕って全くそういった、ね、うん、あのどちらかというとこうフィジカルをこう出して思い切りのこう良さ的なとかだと思うんですけど、ああい う, こうフットワーク的なそのステップとかって全くかけ離れたあのプレースタイルだと思うんですけど、うん、まあ、そういうことをやってこう僕はそれを試合で必要やと思ってるからやったし、やりたいと思ってるわけじゃないですか、うんうんうん、でこれって肌から見ると結構こう自己中心的な選手にも見られるわけじゃないですか、うんうん、ステップばっかやって、うん、でそれを試合で出したい出したい出したいみたいになって、でそれが僕はこう自分にとってプラスなプレーであればそれってチームのプレー、あのチームにとってプラスでもあるし、うん、でも実際やってたのはあんだけステップで発信してこんなステップこんなステップってこうやったら上手くなっていくよって言ってるけど、その時だ2019年ぐらいからやり始めて、うん、その時代表でやってたのはひたすらハードワークしてひたすらディフェンスやることやったんですよ。アタックはあのペネトレーターとか、トラゲッターにいいようにボールを回してサポートつくことやったんですよ、うん、その見せてる自分とやりたい自分と実際にパフォーマンスしてる自分っていうのはもうめちゃくちゃギャップあったんですよ、うん、でもこれって悔しいんですけど、うん、これは自分がそう選択してそう決断して、うんうん、代表でまず残っていく、うん、そしてメンバーにずっとあの選ばれるっていうこうことを考えたときに、こう今はまだ思い切りできない、うん、今はこうしていった方がいいっていうことをこう悔しい思い悔しく思いながらやっていったんですよね。それって行政の時のもっと自分のためにプレーしたらいいんじゃないかって岩先生に言われたことと、うん、言ったら自分のやってるパフォーマンスとしては、うん、自分のできるプレーとかこうやりたいというプレーと違ったプレーをしてるっていう部分は変わんないですけど、うん、明らかにこう状況というかマインドも違うし、っていう風にこう慣れてる自分もいたんで、うん、ああなんか成長できたなとも思うんですよね。いや、すごいね。うん、やっぱりそこで顔を出してステップステップステップってやって、うん、自分の中でやっぱりあの客観的にも見れるじゃないですか、うん、自分のこのステップどのぐらいの相手に通用するんやろっていうことってやっぱ客観的に分かるし、で、まあ、でもそれ以上になんか僕ってやっぱり実はあんまり自信なかったりするんで、うん、
その実際のレベル以上に僕は低く見積もっちゃってた部分もあったんですけど、うん、そういう時期が、うん、でも自分の中では今まず残ることが最優先で、うん、代表に入り続けることが最優先で、そのために今やるべきは場を出してやりたいプレーをするステップをするじゃないっていうことが分かったんで、うんうん、そういった面ってこう、ね、そのそれこそ岩先生が今年のチームに思っていたその目立ちたい選手が多くて、こうやりたいっていうのを選手が多くて、それが同チームとしてどうチームにプラスになるか、それこそこうスタートリザーブ、あのリザーブになったセンターの選手ですからのことのその番号じゃないよっていうふうなことで言って、そのチームとしてっていうことをこうおっしゃってたような考えもしてる自分がやっぱりいて、なんかそういった部分もやっぱりいろんな影響を受けてるんだなと、こう今と昔をこう思った時に、うん、まあ、僕たちもやっぱりこの時期一番すごく大事な時期を預かって、うんうん、その中で、こちらとしては生徒自身だけではおそらく気づけてないとか見えてないとか、まあ、その単純にこうずっと同じ光を浴びてると、あのできてる影ってずっと一緒で、でもその影には見えてないものがたくさんあって、でも自分でその光をこうずらすことってなかなかしないしできない、うん、だけどさっきも言ったの批判っていうのは、うん、その影をもう一回照らしてくれる光なんで、うん、パッと照らされた時に、うわ、この影にこんなこと隠れてたみたいな、うん、まあ、それがいわゆる批判だけではなくていい意味で照らせるこう光であったり、うん、みんなやっぱりスポットライトめちゃくちゃ浴びたくて、うん、今はインスタグラムとかツイッターとか SNS っていうのがすごく急速に発達して、世間一般的にみんなが扱うものがもう当然のようになってきて、要は自己承認欲求がものすごく強いというか、あのテレビで見てた人と自分ってなるともうすごく乖離してて、まああの人たちは芸能人であるとかもうすごく距離があるけども、そこの中間層、素人なのにスポットライトを浴びてる人がものすごく増えて、じゃ自分もそこに行けるんじゃないかっていう、多分世間、その世の中がそういう変化が起こったことで、うん、いいねが欲しい、もしくはスポットライト浴びたい、そういう欲求を持つ子が増えたのかなと。あ、なるほど、うん、あ、やっぱそうですよね、うん、間違いなくそう、それは僕も間違いなくそうなるだろうな、その現場の人間じゃないんで、うんうんうん、あれですけどそうなるんだろうなとは思ってましたけど、やっぱそうなんですね、うん、もう間違いなくそうだ、ね、うん、だから SNS のいい部分も、はい、でも、うん、良くないのかわからないけども、その簡単に承認されてしまう、うん、でも相手は別にその人のことを別に全然知らないけど、うん、ただボタンでいいねだけだけど、その数によって自分はすごく承認されてるんだっていう、まあ勘違い、うん、ボタンだけなんで別にボタン押したことすら忘れてる人もいるかもしれないし、うんうん、何かあればすぐ距離取る可能性も大なのに、なんかそれだけをすごく勘違いして、うん、自分もスポットライト浴びたい、光を浴びたい、うん、別に浴びなくてもね、うん、その先やることやっていって、そこに自分が、そう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 、ね、適していれば、うん、自然とスポットライトを浴びることもあるし、あるし、別に浴びなくても人生って豊かだなって思うことたくさん、はい、だから別にスポットライトじゃなくてやっぱり縁やでっていうことを、うん、学校っていうのはちゃんと教えていくのが大事なんだろうなってものすごく思う。なるほど、うん、いや、なるほどですね。最後にちょっと、うん、あの僕の今活動として、うん、そのラグビークエストだったり、うん、ありがたいことに、うん、あの岩先生も見てくださってて、あのすごいありがたいんですけど、なんかアドバイスですね、うん、というかなんかもらえたら嬉しいなと思います。まあ、そのコンテンツそのものはやっぱりもうすごく面白みのあるものだし、あのどんどん発信していくのはものすごく重要だと思う。でその発信の方法そのものもこれについてはやっぱりいろんなプロフェッショナルがいると思うので、うん、そこに教えを請うていくっていうのは大切かなと思うけども、一つは、いわゆる、協会が認定しているようなライセンス、はい、持つ。あ、なるほど、うん、それによって、なんていうかな、いわゆるその教科書とかがあるところのライセンスを持った上で、それを発信していくことによって、
いろんなこう裏付けとか、うん、逆に自分自身も発見があると思うので、うん、まあ、そういうこう、ライセンスをまず取る、うん、これが一つかなっていうのと、あとは今例えばまあ72世がちょっとこういろいろ立ち位置とかあると思うんだけど、はいはい、15人制もワールドカップもそうだったんだけど、その15人制の、ジャパンウェイ、うん、日本代表はこう向かいます、うん、は出たんだけど、日本代表に向かいますが全く示されなかったのよね、うんうん、だからそれを例えば、7人制っていう分野でもちろん個人ではできないけれども、うん、せっかく協会にも所属しているし、まあ、そのライセンスもあってそこに向かうにはっていう土台が出来上がるだけで、その代表がどこに向かうのかっていうのはまた変わってくると思うのね。でここを作ってほしい、はい、まあ、これはすごい壮大なことになっちゃうけど、はい、で最後に一つは、まあ、もちろん今はもちろんやってるんだけど、他競技との関わりっていうのをなんか増やしてほしいというか、もちろんラグビーフットボールなんで、いわゆるサッカーとか、もちろんバスケとか、今僕もすごくそのバスケットに今すごく興味、まあ昔から好きなんだけどちょっと興味があって、いくつかちょっと見学に行きたい場所があって、まあ、ちょっと今コロナなんでちょっとね、はい、室内の競技なんで難しいけど、うん、ちょいそういうところに見学を、いわゆるスクールではなくていわゆるアカデミーのような形で活動しているところにこう勉強をしていきたいなと、うん、なるほど、うん、そうするとなんかこういろんな方法で、はい、おそらくね、そのラグビー以上に日本国内であれば、うんうん、そういう広げ方、しかもこの学校とクラブ、いわゆるクラブチームとかの関わりなんかをよく考えておられる方がたくさんいるので、そこのこうジュニア世代、特にユースジュニア世代の他競技、まあ、特にバスケ、はい、この辺とちょっとね関わりが増えると、こう7人制っていうところもそうだし、で、国内における多様性、うん、でかつ大勢自身がそのトップのライセンスを持った上でここを構築していく、まあ、その興味あるなしは別として、はい、そこに影響を及ぼしてくれるっていうことですよね、うん、その他競技だったり、うん、そうすると他の人も、あ、彼がああいうライセンス持ってるんだ、じゃあ、うん、あの分野について勉強してるよねとか、まあ、運動学であるとか生理学であるとか、そこも含めてちゃんと勉強した上で今彼が活動してるってなると、うん、自称ではなくて、うん、これはでも経験してるから今やれてるし、はいはい、今肩書きというかその代表で活動したりっていうのもあるからみんなは認知もあるけど、うん、でもそうなるとそのライセンスを持つことによってもっと母体がね大きいところの別のライセンスなりで他とまたつながっていく、うん、なるほど、そうするともっと広がりを見せるなと思うので、あー、ぜひ、うん、ラグビー界にこうとどまらないでほしい、はい、あまり見えてなかったな、その資格、うん、絶対重要、うん、いやそうですよね、うん、まあ、その説得力影響力っていうところもそうですし、まあ、その時には多分おそらく僕そこから僕自身が学ぶべきものとか、うん、そこから学習できたものだけではなくて、うん、どういったものを今その教会がやっていてっていうところも見るのは絶対大事ですよね。あとセブンズの日本代表への道というか、セブンズっていうものを強くしようとは教会はやっぱしているけど、じゃあどうやってセブンズ代表になるのって正しい努力の仕方っていうのがずっとない状態やって、それと俺ずっと言っとってるな、そのやっぱセブンズっていうのをその広げていこうって思った時に、だからそういった運ってこうすごい僕もこう感じていて、僕はタイミングもこう東京オリンピック前ってその運よくこうやって僕はセブンズに打ち込む環境で、今代表っていうのは年間200日以上こう合宿があったりするんで環境にあったのでこうできましたけど、多くの選手はそうじゃないわけじゃないですか。そういった中ででもセブンズの方が自分は向いてると思ったり、僕は15人制でセブンズの方が好きなんだっていう選手たちがそこに対して正しく
いい環境で努力できないっていう部分っていうのがあって、うん、そういったことへの思いも東京オリンピックが近づいてきて、より自分が自分のパフォーマンスに対してこう絞っていくような時期になってから、うん、ちょっと蚊帳の外やったんですよ、うんうん、でそれこそ少し前に全国大会前に、うん、あの行政に来て岩先生とお話させてもらった時に、うん、その僕そのセブンズすごい迷ってる時やったじゃないですか、うん、どうしようって、うん、でどうしようっていうのはその自分自身がこのまま続けていくのか、うん、でもオリンピックの前とは環境も違うし、うん、目標もバチッと固まってない、うん、だから目的も今あの、うん、バチッと固まってない、うん、でもまあやっていかないとちょっとわからない部分もあるから、うん、っていう話をした時に岩先生からのアドバイスが、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと自分の役割を変えてみたらどうかっていう問いかけやったんですよ、うん、今までは自分がオリンピック出る、うん、でそこで活躍する、うん、結果を出すメダルを取るみたいなところにこう向かってたし、その過程で、まあ、ステップとかっていうのを使いながらこう発信してこう輪を広げていって、うん、でももうそのフェーズっていうのがこうある程度こうもう来て、うん、自分の中でガッとそこをこうワクワクして望めるこう時とは今はまだちょっと違っている中で、もうベテランの域でセブンズの日本人の中では今一番上なんですよ、僕の代が、うんうんうん、っていう中で、じゃあそのセブン今のこのチームっていうのをこうどうしていくのか、またセブンズっていうのをどうしていくのかっていう、うんうん、そのまあ、自分がってこうオリンピック前はこうなっていたところから、まあ、簡単に言うとその役割を変えてみたらどうかっていう問いかけがすごい僕の中で、うん、あ、別に新しいことをしたり、うん、言った新しい、セブンズを辞めて何かってしなくても、うん、新しい刺激っていうのは、うん、いくらでも自分の姿勢と、うん、自分の役割次第でこう生み出せるし、うん、こうそこの刺激と、あ、こうしていきたいっていう、こうイメージが湧いてワクワクさえすれば、うん、ただ僕は走っていけるんで、うん、こうすごいそうするかどうかは別としても、うん、そのこう視点ってめっちゃこうバシッときたんですよね、うんうん、やっぱそういう視点をいつもこう岩先生にアドバイスこうもらって、うん、それこそ、ね、あの批判とは全く違いますけど、うん、批判されて信念を強くしたり、あって気づけるように、うん、こうそういったアドバイスを聞いたときに、うん、こう最終的に自分がどうするかとは別で、うん、こういろんな学びがあって、うん、それによってなんか自分の中で答えを最終的にこう導けるのがすごい岩先生の言葉ありがたくて、いいえもうそんな、ということで長々とありがとうございました。いやいや、あの昨日じゃ一昨日か、うん、ご連絡させていただいて、はい、あの本当にたまたまタイミングもこう、うん、よくこういった機会をいただけて、はい、まあ、もう何よりほんまに僕が楽しみにしてたんですけど、いやもう僕もすごく楽しみにしてました。で楽しかったです。はい、ありがとうございます。あのこれがまあ映像として僕の YouTube で上げさせていただいて、はい、まあ、少しでもこう行政の魅力を、うん、あのみんなにこう伝えるっていうことはできないですけど、そう見てくれた方々がこう少しでもなんか少しでも多くの方が感じてくれたら、僕もやっぱり嬉しいなって思うし、うん、一緒に応援したいし、うん、まあ、僕自身のことも少しこう今まで話してこなかった部分とかも話せたんで、うんうん、あの非常に有意義な時間と、いえいえ、映像になりました。ありがとうございました。すごい長い時間でした。あとは小倉が編集しますので、はい、楽しみにします。はい、では、行政、ラグビー部監督岩先生との対談でした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。2時間いった？いや、1時間40分。あ、全然全然使える素材山盛りあると思う。セブンズラグビーの林大成の YouTube チャンネル登録。ちなみに、あの、ヨースネスで喋ったそこから飛んでここやから。ギャップがひどすぎるやろ。あの、行政の売店のおばちゃん。アイドル。アイドル。アイドル。行政ラグビー部のアイドル。こんにちは。あの、名前は知ってました。弥生さんっていう。うん、あ、こういうさ、あ、これよ。こういうのとか全部新聞切って、で、あの、
自分の胸に響いたところにマーカーして、もう行政の母みたいな、そうでした、でした、やった、いつも怒ってくれね、僕じゃあホットレモン、来年30ですよ、こんなになる、ね、年寄りやな、いきます、30になっても怒ってくださいね、もちろんもちろんいただきます、いただきます、せや、まともにまともに映るようになってね、変なことしてさ、わざとおちょけしてて写真撮るとき、こうやってまともにそう映るようになったのがすごいなと、大人になりましたね、そう、なんか面白いことする、でも変わんないですね、お前さんよく言われる、これ先生との会話はもうアップした、アップした、ね、今さっき撮って、うん、まあ、2月のどっかであげれたらなっていう感じで、ここにこんな尺使うつもりもないからもう小倉もちょっと帰りたい顔して、疲れてるやろ、いや全然、まだまだ回したいですねでも絶対これあげといてな、オッケーです、ほんまにやめてや、ほんまにあかん、これサムネイル、あがこの時代、行政、強さの秘密に迫るちょっとほんまにやりたい、ほんまにやりたい、じゃあ、ありがとうございました、ありがとうございました、またいつでもお帰りください、待ってます、ゆっくり直してね、はい、ありがとう、ありがとうございます。